どうも、朝日でございます。ご視聴よろしくお願いいたします。こちらの45センチ水槽なんですけれども、ちょっとパッと見、こことここね、ここにね流木がこうあって、でここに水草がもっとぶわっと植わっていたんですけれども、今それを取り除いている感じでございます。カメラを通して見るとまあまあいいのかなみたいな感じに見えるかもしれないですけど、かなり殺風景、はい、なんでちょっともうどうしようかなみたいな悩んでいる水槽でございます。はい、路頭に迷っているこちらの45センチの水槽なんですけれども、ちょっとまた経緯だけ簡単に話しますが、こちらの水槽なんですけれども、8月の、終わりぐらいにろ過を止めました。で底面ろ過使ったんですけども、もう底面ろ過が目詰まりしちゃって、もうろ過してなかったんですよ、全く。だからもう止めて、ろ過止めてもいけるかなと思ったんですよ。で水質は良かったけれども、物理ろ過が追いつかなくて、めちゃめちゃそのゴミがずっと舞い続けてると。でこれも今これ今あんまり見えないですけど、ちょっとね光の還元を変えると、わかりますか、むちゃくちゃ回ってるんですよ。むちゃくちゃ回ってる。でこの奥にね、ここに見える、これ水作8の S を入れているんですけど、昨日の夕方、新品の露材、ね、これ3個入りのやつなんですけど、これ、新品に今変えて、20時間ぐらい経ちました。新品で。で、もう一個は、カーボンパックをね、一応、気休め程度に、浮かべています。で、綺麗になるかな、みたいな。で、まあ、20時間経っても、まあ、ちょっとやっぱ明るくしないと、あれですけど、まあ、20時間経っても、この程度。全然、綺麗にならないんですけど、ただこれじゃないですか、もっとすごかったんですよ。その入れた当時の映像がこちら。ね、ちょやばいっしょ。だからまあこれでも綺麗になったっていうか、まあ私がね、ちょっと汚れをこう舞い上がらせてその水作ゲートに全部吸ってもらおうっていう、っていうことをしたんです。いやでもこれね、正直水替えすればいいんですよ。水替えすればいいんですけど、まあまず水作ゲートのろ過能力もちょっと知りたいなと思って、一体どれほどのものかと、どれほど吸ってくれるのかっていうので、一応今20時間なんで24時間ぐらい経ったら一回上げてみて、どんだけ24時間で取ってくれるのかっていう、のをちょっと見てみたいと思います。で当然ね、最初はこれちょっと入れるとこ取ってなく、これやろうと思ってやってなかったんで取ってなかったんですけど、一応ね、これも昨日、これをただ水作ゲートにブスッと刺しただけ、で入れただけなんで、で、これからどんだけ、綺麗になって
あ、来た。どんだけ取れてるかっていうのをちょっと見たいと思いますね。あ、はい、ということで24時間経ちました。ちょっと、見ていきますと、まあさっきよりは当然あのマインも少なくなってきたんですけど、ちょっとまあ相変わらず漂ってるって感じですね。うん。でまあやっぱ堆積しているのを魚が巻き上げてまあ汚れてるっていう感じなんですけども、そうは言ってもあの全然いいですね。はい。ということでまあ。ろ過能力っていうか、これは水槽がどんだけ汚れてたのかっていうのをちょっとあの取り出してみましょう。ちょっとこれどれぐらいなのかな。うわもう、うわわわわ、ちょっと開けてみたいと思います。ここだ、いきます。ヘドロっすね。こういう風に溜まるんだ。うーわ。うーわ。中の方は、まあ、白いけど、表面は、ぐっちょぐちょ。ただ、まあ、一日で、まあ、これぐらい溜まるってことですね。うん。ちょっと、ゆすぐっか。ちょっと、ゆすいでみます。わ。まあ、これはまたこれで使えるんで。ちょっと入れとこうと思いますけど、これもすんげえ汚ね。うん、まあこれだけ汚れたってことですね。うん、ちょっとまだ汚れてるんで、あのこれはまだあのそのまま続けていきたいと思いますけど、うん、まあでもこれ実はね、この前に前の動画を上げてからずっとスポンジフィルターは使ってたんですよ、実はね。でもスポンジフィルターって結局表面ね、表面にしかくっつかないじゃないですか。だからあのやっぱね、水作とかのこういう投げ込み式フィルターの方が、物理ろ過は大きいですよね。今まではねこれをずっとつけてたんですよ、これをね、うん、でこれも2日に1遍ぐらいずつ洗ってました、ずっと。でそれでもあの汚れだったから、もうラチ開かなくて今回これにしたっていう形なので、まあ1日でこれなんで、もうあと 2,3 回多分やんなければ、まだだいぶ濁ってるんで全部取れないと思うんですけど、まだちょっと続けてやっていきたいと思います。ただまあ水作の方がスポンジフィルターよりもはるかに物理ろ過っていうものに関しては取れると思いますので、はい、まあ当たり前っちゃ当たり前ですけどね、そういう利点があるなっていうふうに改めて思いました。ということで今回の動画どうでしたでしょうか。正直ね、水替えすればいいんですけど、まあ一応水替えしない水槽っていうのもちょっとやってて、まあ物理ろ過だけの問題なので、今回はこれ使いましたけれども、まあ本来は水替えやった方が早いと思います。はい。なんですけど、まあ一応
水作エイドの力を試したいってこともあったんでやりましたけれども、どうだったでしょうか。はい、ということでご視聴ありがとうございました。お送りしたのは私朝日でございました。チャンネル登録まだの方、こういった変な実験もやっている朝日のデコ TV、 いろいろ取り組んでいますので、よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと今回の動画よければグッドボタン、多分ねこういう動画ねパッとか結構つくんですけどね、いいと思いますパッと押してください。はい、あとコメント欄、コメントどんどんお待ちしてますのでよろしくお願いいたします。ということでお送りしたのは朝日でございました。じゃあ